皆さんこんにちは、モダンタイムス店長のヒロです、ね、もう皆さんね、ご自宅で過ごすことが多いのかなと思うんですけれどもね、もうモダンタイムスも、まあ1週間ぐらいはずっとねお店をお休みにさせていただいて、ここから先、まあ、4月いっぱいまではねお休みということに決めたので、ちょっとまあまあ、静かな時間が続くのかなという感じなんですが、意外とね私は元気にしていてですね、まあ、することがいっぱいあるので本当にマスクたくさん注文ありがとうございます。頑張って縫いますので、まだかなと思っていられる方もいらっしゃると思うんですけどね、もうちょっとお待ちいただきたいと思いますね。でそうなんですよね。で、まあ、こうやって動画を撮って、まあ、編集して、で、まあ、毎日ねそのキープスマイルというそのまあ、オンラインサロンとファンクラブの間みたいな感じのサポーターズクラブというのをやってまして、で、まあ、その、メンバーさんにね向けての、まあ、何ですかね、あれは モダンタイムス物語っていうのを毎日書いていて、まあ、ここで巻き起こる紆余曲折をですねいろいろ書いてるんですけどね、スタッフとのこととかお客さんとのこととかミュージシャンとのこととか、まあ、自分のこととかね、いろいろこう物語仕立てで書くことが多いんですけども、最近ねだからこの人と会わないでしょ、だからね書くことなくなってくるんですよ。こう出来事がないから、巻き起こらないので、日々静かにマスク塗ってるんで、ねネタがね生まれない。もう営業してる時は毎日ネタの宝庫だったんですけどね。なので昨日おとついですかねは、まあ、無観客配信っていうのがあったりとか、まあ、それに、合わせて、まあ、まあ元スタッフがね、いろいろ話をしに来てくれたりしたので、まあ、そこで、まあ言われたこととかね、まあそういう、まあ、話した内容っていうのが、まあ、面白いなと思うので、まあ、それをね書いたりしてるんですけれどもね、そう思うとねやっぱ人と会うってすごい大事やなと思いますよね。本当に、まあ、昨日もこれ言いましたけどね、今日も、昨日だからおとついかん、そうあれ分かんなくなってきた、昨日一日で、ね、何も予定はなかったんですが、夕方からね一人ずつ順番に常連さんがですね、6時に来て7時に来て9時に来るみたいな感じでね、みんなそれぞれに、顔出してくださって、それぞれの近況とかねいろいろ話してくれたりとか、いろいろね心配してくれたり差し入れしてくれたりマスク買ってくれたりいろいろしてですね、なんか喋るって大事だなと思って、でこう人とのつながりっていうのがねなんかまあやっぱりこうやって直接会ってね話するっていうのが、まあ大事なことだなというふうにやっぱり感じますね。なので今はねとにかく家にいなさいと、じっとしときなさいとこう言われているのでね、どうしようもないですけども、まあ、家族のねいらっしゃる方はご家族と一緒に、テレビ見たりねご飯食べたりできるからいいんですけどね、まあ、心配なのはやっぱりお一人暮らしの方ですよね。一人暮らしだとどうしてもどんどんね、まあ、今日一日誰とも喋ってないとかね3日間口聞いてないとかねなりますので、まあねできるだけこう人の声を聞いてね、こうやって YouTube なんかも見ていただいて、なんか人とつながってるという感覚というかねを、まあ、保っていただけたらなというふうに思いますね。なのでねなんかこうまあ、人と会ったらあかんとかね、人とこう手をつないだらあかんって言われてからの方がなんか本当に人のつながりって大事だなって実感できるようになってね、今までつながってなかったような人たちっていうか、まあ、まあ私たちからするとその例えば、ファンの皆さんとかとねこうやり取りをするということがあまりなかったんですけど、なんかね今は丁寧にこう対応ができるじゃないですかね。だからこう直接は会えないけれどもなんやこうツイッターの、ね、コメントに返事したりとかそのね
メールでやり取りしたりっていうのは普段は多分こんなに丁寧にできないんですけど、今の時期はね、なんかつながれてるなっていう感じがしますね。なのでまだねモダンタイムスには行ったことないんですけど、絶対いつか行きたいと思ってますっていうねコメントをくださったりしてね、あそういう方たちまだねだからお会いしてないわけだからね、どんな方なのかなっていうのをイメージしながらね、また本当に早くコロナが落ち着いてねお会いできたらいいなっていうのをイメージさせていただいたり、そんなことはね本当に今までねなかったですよね。やっぱり日々のことが忙しすぎてね、そういう風に丁寧にこうお返事したりするっていうこともできなかったのでね、なんかこの時間を逆に大事に使いたいなっていう風に思いますね。で今日なんですけど、ウェディングをねこのお店でやる予定だった人がこの3月4月に何組かいて、で泣く泣くねやっぱり断念せざるを得ないというか、やっぱりね来ていただくお客様にもねその不安な思いでねこう集まってもらうわけにもいかないですし、万が一それでね何か、起きたらね本当にもう取り返しがつかないですしね、だから諦めますっていうことで、何組かキャンセルだったんですけど、でそういう方たちは披露宴もねキャンセルになって、すごくたまたまね今年っていうのがね本当にタイミングだなと思うんですけどね、なんかその分またしばらくしてね延期してまた半年後はまだ分かんないけど1年後とかにねこうもう一度ね計画をしてそれで中止にしてしまわないでね、ぜひなんかそのもう一度笑顔でね集まれる日をぜひ作っていただきたいなと思います。でその日にはねこう本当に晴れ晴れとした気持ちで幸せをね、なんか逆にこうなんて言うんだろう、順調にね行われた時以上にねその幸せをかみしめるというかね、なんかそういう気持ちで来年を楽しみにねしてもらえたらいいなというふうに思います。だから全て今回そのいろんなイベントが中止になったりしてますけども、PPM のポールさんとかもねもう来ていただける予定だったんですけれども、やっぱりさすがにこの状況でねアメリカやどこかから飛行機乗って日本に来るわけにはいかないので中止になったんですけど、それもね楽しみが先に伸びたと思って、また来年をね楽しみに待ちたいなというふうに思っています。ということでウェディングの皆さんに、ウェディングをする予定だったのにできなかった皆さんに、せめてねちょっとこのお祝いの気持ちというかみたいなのをこう表せたらいいなと思って、今日はですねウェディングケーキの作り方の動画、デコレーションですね、スポンジケーキの焼き方っていうのは以前何度か、動画にさせていただいてて、生地だけ作るとこまでは進んでたと思うんですけど、今日はですね、そっから先のデコレーションの仕方というのです。別にね本当にシロップ塗って生クリーム塗ってフルーツ盛るだけなんですけど、なんとなくこう幸せな甘い気持ちに皆さんになってもらえたらいいなと思ってですね、そちらの方をねご覧いただきたいと思います。ということでどうぞ。何も聞かないこと、それとコーヒー
今その場所に立っているんだよ。わかるでしょう。自分のために涙をこらえることはないよ。さあ今は思い切り泣いてまた笑ってよ。僕が君にとってどんな存在かと、口数も少なけりゃ気が利く方でもない。だけどなぜだか隣にはいつも君がいる。何気ない今日が少しずつ明日へと形を変えていく。ふと本気で君を幸せにしたいと思った。誰かのために生きてく覚悟が少しできた。弱い自分と向き合ったら怖くなくなった。できることは隣で笑うこと、それとコーヒーを入れること、コーヒーを入れること。はい、ということでご覧いただきましたウェディングケーキの作り方でしたね。食べた気持ちになって、気持ちでエアーケーキね、味わっていただけましたでしょうか。エアーケーキとか言ってるけど、どうですか皆さん、どうですか。コロナ太りしてません？私なんで太るんやろって思うんですけど、そんなにドカ食いしたつもりはないんですけど、やっぱり運動してないからですかね。その普段厨房でずっと13時間とか立ちっぱなしで仕事してるので、ずっと今座って仕事してるんでね、そのせいですかね。なんかあれっていう感じなので、できるだけ、ね、ケーキはエアで過ごしたいなと。はい、皆さんもね、このコロナの間にこうね、久しぶりに会うたらみんな誰か分からへんみたいに久しぶりに会うたらみんなプクプクで誰か分かる。まあプクプクやとまだいいけどね、げっそりしてしまったらそれはそれでちょっと心配なんですけど、まあね、現状を維持するということで、皆さんね、元気で過ごしていただきたいなというふうに思います。ということで今日もご覧いただいてありがとうございました。お相手はモダンタメ船長のヒロでした。また明日。じゃ